SCP-3JB。 アイテム番号 SCP-3JB。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-3JB は東シナ海の収容エリア8109に設置されています。収容エリア8109の情報は地図衛星写真から抹消してください。収容エリア8109の位置する海域には海上強盗の出現情報をルフ氏財団の所有する海上保安庁所属の巡視艇にてパトロールを行ってください。収容エリア8109の 20km 以内に民間船舶が入った場合は無線による海域離脱を命じてください。 5km 圏内に侵入した場合は船舶を拿捕し乗員に C クラス記憶処置を施した上で 120km 以上離れた海域に解放してください。船舶が明らかに上陸を目的としている場合は無線妨害を行った上で沈没させてください。収容エリア8109には回収部隊 E7 トラシマネコを常駐させ、出現した SCP-3JP-1 の回収を行ってください。 SCP-3JP-1 の危険度に応じて回収部隊 E8 赤猫、回収部隊 E9 大熊猫の出動、あるいは SCP-3JP-1 の破壊が承認されます。 SCP-3JP-1 の破壊が極めて困難な場合は収容エリア8109に設置された核兵器の起爆を行ってください。回収された SCP-3JP-1 が分類済みオブジェクトの場合は、関係部署に報告の上、再収容を行ってください。また、駐留する回収部隊は島内を捜索し、未回収の SCP-3JP-2 を発見してください。回収された SCP-3JP-2 はサイト8190の重要文書庫に収容してください。SCP-3JP-2 の閲覧は、3名以上の O5 の許可を得たレベル4以上の職員にのみ認められています。国内で、シナリオ 81BC クラスの事態が発生した場合は、SCP-3JP 及び同等品の積極的活用が許可されます。説明、SCP-3JP は東シナ海の、島、収容エリア、8109として、に放置されている、戦中の、国によって開発された物資輸送装置です。24の、削除済み。を格納した容器と高さ3メートルの金属製の円筒がケーブルで相互接続されている構造で、外部からのエネルギーの供給がなくとも動作します。19年に削除済みを用いた超能力兵器として開発されましたが、戦況上の理由から物資輸送装置として調整されました。しかし原因不明の暴走により、現在 SCP-3JP は無秩序に物品を周囲に取り寄せます。SCP-3JP によって取り寄せられる物品、SCP-3JP-1 として、は生物無生物を問わず、肉眼やカメラなどで、監視されていない状況にある物体が対象となります。4、拳銃3弦程度の割合ですが、SCP オブジェクトとして指定されているオブジェクトや、財団が確認していないオブジェクトにも及びます。SCP-3JP が財団の目に留まったのは、SCP の収容違反によるものです。SCP が収容環境から突如消失し、装着されていた追跡装置が、灯を示したことにより発見に至りました。発見当初、島には SCP-3JP が、都市の間に取り寄せた SCP-3JP-1 が無数に散在しており、大規模な回収ミッションが展開されました。現在、
SCP-3JD はその性質から施設内での封じ込めが困難と判断され、塔に設置されたままとなっており、配置された部隊による SCP-3JD-1 の回収によって対応を言っています。また、分類済みオブジェクトを取り寄せる可能性がある点については、危険度の高いものはカメラなどで監視されているため、SCP-3JD の影響を受ける可能性が低いとされています。また、SCP-3JD の解体作業中に起きた、作業員の失踪及び取り寄せにより、SCP-3JD にはある程度の自己修復機能があると考えられます。現在、SCP-3JD の破壊は保留されています。なお、回収された技術文書、SCP-3JD2 として、には、SCP-3JD の製造方法が詳細に記述されており、薬物処理された、削除済み、を使用することで容易に再現できることが判明しました。SCP-3JD2 を参考に、B クラス職員を用いて再現を行ったところ、過去の実験記録と同じ性能で動作する SCP-3JD と類似した機能の装置が完成しました。しかし、SCP-3JD2 中の SCP-3JD と現在の SCP-3JD の形状に大きな齟齬があるため、何者かによる改造、あるいは SCP-3JD による自己改良が行われている可能性があります。試作された装置は各種シナリオ発生時に備え、分解された上でサイト、8190内の8箇所に保管されています。ほい。SCP-3JD1 回収ログ。回収アイテム、箱に入った中国製の鉛筆、HB、1ダース。回収結果と事後対応。回収後、回収部隊駐留施設に保管。回収アイテム、ウシガエル1匹。回収結果と事後対応。回収後に解剖、胃の内容物から、剣の、池に生息していたものと推定される。回収アイテム、233のナンバー入りタグがついた鍵。回収結果と事後対応。回収部隊駐留施設にて保管中、どこから回収されたかに。